パチンコ中かな。あ。何やってんの？え、今飯食い行こうかなって。飯？うん。何食べに行くの？え、わかんない、まだ決めてない。そうなんだ。なんか適当にブラブラして、なんかこうドライブがてらこう道を走ってて、あ、この店にしようみたいな。一人で楽しい？別に楽しくないっすよ。父さんも楽しいの？で、一人で過ごしてんの？最近ドライブで過ごしてんの？え？くさ、車中泊やってんの？いや、そんなことないよ。あ、まあ、たまに車中泊してるけど。そうな。一人で楽しいの？飯食いってさ、お腹いっぱいになると眠くなっちゃうのよ。で、なんか家に帰んないでそのまま駐車場で寝ちゃったりみたいなことある、たまに。へぇ。父さん何やってんの？ふわっちゃってんの？ツイキャス。あ、ツイキャスやってんだ。え、ちなみに、今開始してどれくらいだ？1時間17分。閲覧今どれくらい？閲覧293。おー。なんかさ、ニコ生勢のなんか、ツイキャス行った時のこう最高閲覧みたいな表みたいな、なんかアップしてる人いるんだけど、ツイッターでツイートしてる人いるんだけど、ポーさんめっちゃ下の方だね。そうだね。ほら、ある程度ニコ生で流し入れてる人のなんかこう最高閲覧みたいなこう書いてる人いるんだけど、緑さんがいくつだっけ、7000だか8000ぐらいで、でなんかゾックンだかなんだかわかんないけど、そこら辺が3000とか、なんかなんかそこら辺、カナタちゃんとかが2000とか、そんぐらいだっけ。ポーさんは290だ。300だね。お、増えたじゃん。あ、今なんか、水客の方が多分閲覧あるんだろうなと思った、グワッチより。だって、ニコ生勢がなんか、ドカって言ってるじゃん。だから、ポーさんもニコ生では知られてるから、名前と顔が。だからやっぱほら、そういうなんかニコ生勢絶対溢れてるじゃん、水客の方が今。でもね、俺ニコナナよりリスナー多いよ。なんか2倍多いね、今のところ。な、何が多い？リスナー見てるの多いね。2倍ぐらいかな。2倍ぐらい。これぐらい、いつもこの時間ニコナナやってた時100あるかないぐらいで、夜。でもニコナマってあれ閲覧わかんないじゃん。アクティブツールっていうのあってさ、あったんだよ。あ、でもあれ推定でしょ。あれ推定、推定閲覧だから、あれ結構当てになんないでしょ、あれ。はぁ、あ、ポンさん、え、ちなみにあれお茶枠とか来てる？あ、まだあれか、お茶枠のあれ条件満たしてないか。いや、条件が満たしてるけど、1ヶ月やって3万ぐらいしか稼ぎ、3万もないか。3万か、ちょうど3万か。ニコ生だと1ヶ月いくらぐらいだっけ？ 8 万ぐらいあった。え、ちなみに今配信でいく1ヶ月いくらぐらい来てんの？なんかふわっちとかやってたじゃん。ふわっちとかツイキャス全部合わせていくら来てんの？今年で言うとまだ10万ぐらいしか稼いでない。今年で言うとふわっちとツイキャス合わせて10万ぐらいしか稼いでない。え、ない、それで1ヶ月直すといくらぐらい？えへん、1ヶ月換算はいくらぐらいの、平均で言うと。だから割ればいいじゃん。いや、だから今年って言われてもいつからやってるか知らんから。なこと言われてもな。いや、1ヶ月いくらとか意識しないの？1ヶ月1万7000円ぐらい。え、なんかニコ生がダメになってから今日で1ヶ月なんでしょ。今日は。いや、ニコ生足してトータルでは160万以上稼いだけど。いや、だからそのなんていうの、ニコ生がダメになってから、できなくなってから1ヶ月経つわけじゃん。その1ヶ月間にいくら稼いだからよ。ツイキャスフワッチで。いくらぐらい来たの？ツイキャスフワッチだから10万ぐらいだって。え、なに？でも1ヶ月で10万来たの？あ、違うよ。1ヶ月で。うん。1ヶ月で。うん。1ヶ月でツイキャスは3万。
スワッチは、ニコ生とフワッチ行ったり来たりしてたから。だから、ちょっとあのさ、ニコ生がダメになってから今日で1ヶ月くらいじゃん。そう、ニコ生ダメになってからいくら稼いだんだよ。ああ、そしたら3万しか稼いでない。3万?ツイキャスだけで3万、フワッチ全然お金ない。なるほどね。でも大丈夫じゃん、もうさ、仕事してるんだから。やっていけねえよ。あれ、仕事の給料いくらだっけ?ちょっと上がって16万ぐらい、うん、お、上がったの?なんで上がったの?なんかの手当てみたいについたの?いや、年金を全額払ったから、うん、そのまま給料全部、あー、その年金で引かれるやつってこと?いや、違う、自身で年金払ってたのを全部追われてたから、うん、今年160万稼いだお金を全部年金に当てたから、半分以上、うん、ほうほうほう、だからその分浮くわけだよ。今まで1ヶ月1万5000円払ってたから。うん。あ、なるほど。あ、何それ。あれ、それを差し引いてってことか。そう。だから、ちょっと浮いて。なるほどね。え、で、ポンさんは何その、これからどうするの?ニコ生復活するのかなてか。ニコ生は、来年復活してくれることを祈る。来年、来年って結構長くない?しょうがない、今年はもう。結局どうなるんだろうね、あれね。いや、復活するでしょ。するんかな?するでしょ。運営が今頑張ってるし。ああ、まあでも、今んとこ見放してない感じはあるよね、今のところは。はい、うん。まあ知らんけど。いや、復活するでしょ。来年、今年の終わりか来年には復活するでしょ。そうかな。そろそろさ、なんか、うん、なんか漏れたらしいけど、いろいろ。ああ。個人情報が。あ、そうなの。でもなんかそんなになんか、そんなになんか、なんかそんな、日本じゃそんなになんか悪いことはないんじゃないかと思ってるから、復活するんじゃない。あ、そうって思ってるけど、勝手なあれだけど、憶測だけど。でもさ、ポンさん、ニコ生は復活できてもさ、ポンさんは復活できないじゃん、結局。なんでだよ。だってそうだよ。だってさ、ニコ生復活したところでさ、まあ、多分今の稼ぎが3万がもしかしたら、じゃあ、8万とか10万ぐらいになるかもしんないけど、それって復活って言えるのかな、みたいな。いや、わかんない。いや、だって結局さ、ぶっちゃけニコ生復活しようがさ、なんかポンさんの配信自体はさ、なんかもう、なんだろう、ずーっとダラダラなんか家で喋ってるだけでさ、そんな新規も来ないしさ、もう絶望的じゃん、なんか。うわ、もう。ニコ生復活する可能性と、ポンさんが復活する可能性って、ニコ生復活する可能性の方がめちゃくちゃ高いかって、どっちかっていうと。で、ポンさん、このままダラダラやってたってさ、もう無理じゃない、なんか。無理だよ。助けてくれよ、シンガー。まあ、俺も人のこと言えないんだけどさ、俺も人のこと言えないんだけど、うん。ポーザーだから一緒に、あれだよ、あれ配信しようよ、なんだっけ、心霊配信しようよ、一緒に。でも、お前に、お前を助けるのって思ったら、お前さ、TikTok やるんだもん。あれ、気づいちゃいましたか?え?ポーザー。でもポンさんが復活、いや、むしろ飛躍するのは、TikTok しかないと思うよ、可能性。YouTube ライブじゃダメなのかよ。え ?YouTube ライブどうなん ?YouTube ライブっすか ?YouTube ライブなんか人来んの俺とポンさんで。来ない、来そうじゃない、なんか、最近。そもそも、配信してるの気づきにくいじゃん。気づきにくいよ。YouTube ライブってあれ多分。なんかおすすめ欄みたいなのないじゃん。うん。やっぱある程度コミュニティとかのフォロワーいる人じゃないと結構厳しいと思うよ、あれ。だから日々の積み重ねっていうか。じゃあどうしたらいいんだよ。TikTok だって。TikTok。お前フォロワー数今いくつだよ、TikTok の。1万ちょいぐらいだと思うけど。そんなにいるの?いや、まあ、まあそんなにまでやってないですけどね。え
まあでも、あれでは TikTok 人多いよ、本当に。いや、ポーさんだったら、ワンチャン、もしかしたら、ライブだけで、10万フォロワーとかいくかもしんないよ、多分。破壊力すごいから、ポーさん。なんで？なんで TikTok だとリスナー多いの？いや、だってさ、世の中の人ってさ、TikTok の知名度、あ、配信サイトの TikTok っていうさ、プラットフォームのこの、なんていうの？知名度って えげつないと思うよ。TikTok 知らないやつなんていないでしょ、若者で。いなくない？だって。ツイキャスは知らない人もいると思うよ。それ、まあ、それなりには。ニコ生も、まあ、まあ、知ってる人は知ってるか。まあ、うん、まあでも TikTok が一番有名じゃない？どっちかっていうと。へぇ。まあでも、もちろん一番すごいのは動画勢だけどね。生配信っていうより。俺はあまり変わらないような気がするけど。何が？いや、なんか、ツイキャスのリスナーと、TikTok のリスナー。ああ。そんなことないけどな。へえ。いや、全く違うよ、マジで。マジで全く違うから。いやだって、TikTok のさ、リスナー層っていうか、まあ、本当にめっちゃ稼いでるライバーなんか、前も言ったと思うけど、年収億とか超えてるんだよ。あれさ、知ってる？なんかあの TikTok のさ、5分のバトルってなの知ってる？え、何そのふわ、何そのふわっちと同じような。違う。あのね、5分間、その配信者同士で、こうなんか鍋戦の、こうどっちが投げられたかみたいなバトルがあるのよ。で、それ自分で好きな時に何回でもできるんだけど、それ上位グループになるとその5分間ぐらいで何百万とか投げられるらしいよ。投げられるとき5分間でうん百万投げられるらしいよ。なんかね、海外だとその5分間でうん千万とかのレベルらしいよ、トップ層は。ちょっと後で調べてみようか。そんなに稼いでいいんだ。そう、日本でもうん百万とかいるみたいな。ゼロワンが稼いだだった。ああ、まああの人も相当トップよ。多分日本のTikTok のライバーの中でおそらく多分10本の指ぐらいに入ってるんじゃない？わかんないけど。ゼロワンが？いや、わかんない。50以内は絶対入ってると思う。多分だけど、下手したら10以内ぐらい入ってる。西君、まあ、俺もあんまり TikTok 見てないけど、多分入ってると思う。西君が TikTok なの？え？西君が TikTok なの？西君？あ、なんかあの、ちょっとあの、危険な AV 女優みたい、AV 男優みたいな人。西くんは知らないけど、やってるのは。何？それ中国からの投げ銭なの？まあ、いやでも日本でしょ、多分。日本人に投げてるのは基本日本人だと思うよ。海外のアホみたいに投げられてるのは、もうほんと富豪、ガチの海外の富豪とかだと思うけど。日本のライバルには基本日本人しかあんま投げないと思うよ。でも稼いでる人いるんだ。俺だってツイキャスで見ろよ。こんなに1時間だって花火なんか来ないんだぜ。稼げられるかって言うんだよ。まあ一応お茶爆ね。ツイキャス。ポーンさんだからさ、全然違うから。いやマジで、TikTok 下手したらポーンさんあれだよ。トップライバーになる可能性すら秘めてるから。いやマジで年収億超える可能性すら秘めてる。それぐらいポーンさんの見た目の破壊力がすごいから。アメリカでが禁止なっていうのトランプ大統領が最近使い込んでるからな。いや見た目だけでワンチャンとんでもない物好きが集まって年収多く稼ぐ可能性すら秘めてるよ、ポンさんは。いやマジで俺とかのポテンシャルのレベルじゃないよ。俺とかの日じゃないって、ポンさんの TikTok でのポテンシャルは。いやもうほんと見た目で多分ワンチャンとんでもないことになるよ。ちょっと後で調べてみるわ、じゃあ。わかった。あんま調べないでしょ、と。まあ、調べてわかるもんかな。なんだろう、TikTok ライブ投げ銭、バック投げとかでなんか検索したらなんか出てくるのかな、わかんない。でもさ、俺どっちでさ、TikTok でやったって配信の内容変わらないからさ。まあ、確かに最初だけだろうね。
見た目のインパクトでドカってくるの最初だけだろうな。そこでドカって人が来た時に面白いことを、ね、ずっと継続して、最初に来た人を飽きさせないでずっと固定リスナーにするには、確かに何かしらずっと配信的に面白いことを続けないとっていうのはあるかも。そうなんだ。最初だけだろうね、インパクト。そうなんだずっとクソつまんない配信を垂れ流してたら結局ニコ生と一緒になるよね最初は見た目のインパクトでドカって人がさ、うわ何これみたいな感じで来るのにさ、なんかずっとつまんないとそのうち見慣れちゃうからニコ生見みたいに。はぁ、だからポーさんだからあれだよ、連日連夜心霊配信を連発すればいいんだよなだから TikTok ってさ、心霊配信あ結構人気らしいよ。ポーさんの心霊配信とかさ、多分レベチでしょ、本当に。でそもそもだってさ、バケモン探しに行ってんのに、そもそもバケモンがそもそも常にいるみたいな。そう、別にさ、ツイキャスやったって全然稼げそうな気はするけど、行動を起こしたら。いだから、ね、TikTok とさ、ツイキャスってマジで違う。全然違うよ、本当に。そうマジで全然違うから。そもそもリスナー層が違うもん。ああ。北勝ちだ。もったいないな。宝の持ち腐れだよ、だって。父さんまで TikTok ワンチャンあるって、本当に。TikTok の日本人ユーザーってどれぐらいいるの？いや、それはわかんないけど。ユーザー数で。限定ではちょっとよくわかんないけど。でも、間違いなく、クワッチとかツイキャスとかニコ生より、人がいるのは絶対間違いない。それは間違いない。まあ、どれぐらい下がるか知らんけど。ちょっと調べてみよう。ユーザー。だってさ、TikTok 知らないやつなんていないじゃん、それなりに若いやつ。TikTok 知らないなんてやつ、見たことある？絶対知ってるって、TikTok は、みんな。ツイキャスとかだって、知らない人も多分いるよ、中に。ちょっと待って。ニコ生も多分知らない人は、いるはいると思うよ。ほんとだ。でもさ、インスタの方はすごいよ。何が？インスタ6600万人。おう。TikTok 2700万人。全然違うじゃん。桁が違うじゃん。桁違うよ。3倍ちょっとあれじゃん。ちなみに、ちなみに YouTube がその上の7000万。いや、そりゃ YouTube はそりゃそうでしょ。YouTube はもう絶対王者すぎる。なんでツイキャスないんだろう。ツイキャスのランクは、ランク外なのか。いや、だってもう TikTok とかと、あれ考えたら、桁違うでしょ、だって。ランク外なんだ、ツイキャスって。だってさ、ツイキャスってさ、あれでしょ、ぶっちゃけ、なんか、コレコレさんとかさ、あとストプリってんだっけ、なんか、YouTube でも成功してる人たちが、その、2人だか3人ぐらい、なんかその、ツイキャスやってて、なんか、それでなんかツイキャスって知名度がある程度あるぐらいのレベルでしょ、多分。もう TikTok って、その、一人の配信者が有名にしたとかじゃなく、TikTok ってそのプラットフォーム自体、そのサイト自体が、アプリ自体が有名だから、そもそもが。そんなもんでしょ、多分。ね、ふわっちすごいよ。143億円だったよ。何が？でも、なんか、あれだって、ユーザーの課金ユーザーが、ふわっちが143億人。3億円。このツイキャスは41億。それはあれじゃない。ふわっちの方が、その、なんつうの、あれだからじゃない、その、なんつうの。あれ、なんだほら、こう、イベントとかあって、でそれでほら、投げ合いみたいなのがあるから、ツイキャスって基本ないじゃん、それ。あ、ツイキャス6位になってる。ほう。で、なんか、ふわっちが3位ね。ふわっちの方がすごいんだ。いや、だからその、投げ合いが
があるからだよ、イベントとかで。でもさ、ポコチャっていうのがあって、1位だよ。ポコチャも結局なんかイベントとかあるよ、確か。聞いてます聞いてる。社交、競争心、社交心煽ってるからなんだって。AKB とかだってさ、あの、AKB 商法がなかったらあんだけ CD 売れてなかったでしょ。それと一緒だよ。リコライブってなんだよ。1億人いるんだけど。なんだよ、これ。1億人さ、それ明らか海外のもひっくるめてじゃん、そんなの。ああ。ああ、TikTok。日本だけで1億人ってありえないから、どう考えても。TikTok ユーザー数1億。だって、日本の人口が1億何千万人とかでしょ、確か。ツイキャス500万なの？すご。少ないんだ。インスタ10億だよ。いや、だからさ、そのツイキャスってさ、日本だけじゃん、基本。あの、インスタとかってもう、海外もひっくるめてじゃん。あら。そこの違いがまず。でも結局日本人が日本人向けの配信してたら、ほとんど日本人しか見ないから、結局。だから別にその YouTube もそうだけど、TikTok もそうだし、インスタもそうだけど、その結局日本人が日本語喋って、ね、そんな配信なんて、そもそもなんかその、外人の、外国の人がそもそも見に来るまで、まあ見にも来ないだろうし、見に来れたところとて、そんなね、あ、言葉もわかんないの、なんか絶対定着しないし。はぁ、あ。だって、そもそもだって日本人の俺らがさ、海外の人のなんか TikTok の配信とか見ないからだって。インスタライブとかさ、そもそもたどり着かないじゃん。仮になんか何かしらのきっかけでたどり着いたとこって別にそれずっと 見てようなんて思わないし、言葉わかんないし。いやーすごいな。ちょっと後でいろいろ調べてみるわ。いや、この後じゃあご飯食べてきて。はい、わかりました。じゃあね。はい、ポーさん頑張ってね、じゃあ。おやすみ。おやすみ。寝るんかい、おやすみ。ああ。ああ。